はい、ここではブレッド・ツェッペリンの Stairway to Heaven のギターの弾き方を解説していきたいと思います。まずパターンを聴いてみてください。はい、このようなパターンになっております。それではまず解説をしていきましょう。左手のボイシングからいきます。最初は Am、これを4弦7フレット、そして3弦から1弦まで人差し指で5フレット制覇をします。そして次 G シャープ分の Am アドナインス、先ほどの人差し指3弦から1弦まで5フレット制覇したままで、4弦が中指で6フレット、そして1弦7フレット、これは小指か薬指どちらでもいいと思います。僕は小指で押さえてます。そして次 G 分の C、これは先ほどの3弦から1弦まで5フレットを制覇してたのは、今度は4弦から1弦まで制覇、そして1弦の8フレットに小指を足します。そして次F シャープ分の D、これはポジションチェンジがありまして、薬指で4弦の4フレット、そして3弦から1弦まで人差し指で2フレット制覇、そして中指で2弦の3フレット、そして次 F メジャーセブンス、これは薬指で4弦の3フレット、そして 3弦の2フレットを中指、そして2弦の1フレットを人差し指、そして、G 分の、いや、すみません B 分の G ですね。そしてAm、 これが最初の4小節パターンです。それでは右手のリズムパターンと一緒に見ていきましょう。まず Am のところですが、これは左手でこの Am を押さえたまま、まず、親指の位置ですが、親指は4弦にセットしておいてください。そして人差し指は3弦、中指は2弦、そして薬指は1弦。これが、この Stairway to Heaven を弾く時の固定ポジションとなります。それで最初は8分音符で4321 1 and 2 and と弾きます。 1 and 2 and、 そして次コードチェンジ、 G シャープ分の Am アドナイス、この時ですが、まず最初は親指と薬指同時に弾いて4弦と1弦を一緒に弾きます。そして次2弦3弦1弦、最初が薬指と親指で4弦と1弦、そして2弦
中指、3弦人差し指、そして1弦薬指、このようなピッキングですね。そして次 G 分の C、 これはコード変わりますが右手フォームは全く一緒です。最初が4弦と1弦一緒、そして次2弦、3弦、1弦、すべて8分 1 and 2 and。 そして、F シャープ分の D、 この時のも右手は一緒です。最初は4弦と1弦、そして2弦、3弦、1弦と、これまで、右手のパターンはもう一度2小節をやると 4-3-2-1、 そしてあとは全部 4-1-2-3-1、 コードチェンジしても同じ。そして次、F メジャーセブンス、これでちょっとパターンが変わります。最初は 4-3、4と1弦一緒ですね。で最後に、今度はですね、まず4弦と2弦やって、次2弦、3弦、1弦ではなくて2弦です。そしてタイ1 and 2 and 3 and 4 and、 一度 1 and 2 and、 2拍目の裏から伸ばして 1 and 2 and 3 and 4 and、 3拍目の裏から1弦2弦3弦とやります。そうすると1 and 2 and 3 and 4 and となります。そして最後の、B 分の G から A マイナーに移るところですが、これは人差し指、右手の人差し指、中指、薬指の位置は一緒なんですが、親指を4弦にあったところから5弦に移します。そして最初は5弦と3弦と2弦を一緒に弾いて、これが B 分の G から A マイナーに移るところです。リズムも 1 and 2 and 3 and 4 とダダダとやったら 1 and 2 and 3 and 4 and で5弦の開放を入れて、次は中指で8フレット、そして7フレット、でこの中指ですが、ちょっと下からスライドするようにしてあげるといいですね。ターンとなります。もう一度ゆっくりやると